やってはいけないごっくん。栄養にいいと思って健康のために飲んだのに、まさかあんな激痛に襲われるなんて思ってもいなかった。ある女性を襲った突然の激痛、その痛みの原因は青汁。彼女はやってはいけない飲み方をしていた。2019年、神奈川県。激痛に苦しむ女性を演じるのはこの人。その日、眠りについて2時間ほど経った後、胃に突き刺すような痛みが。それ慢性的な胃炎の痛みに悩まされていた彼女、いつもの薬でとりあえず様子見。しかし、今日の痛みは異常だった。あまりのことに救急車と思ったが、救急車なんて呼んだら絶対自分の病院に回される。それだけは嫌だ。そう、彼女はメス。はい。外科で働く看護師なので、同僚にいろいろ検査されるのは嫌すぎる。仕事仲間にあれこれされたら嫌だと、ひたすら痛みに耐え続けた。で、この激痛、青汁のいけない飲み方が原因だとは知る由もなかったし、実は彼女自身初めて飲んだ青汁だった。遡ること7日前、3年間付き合っていた彼氏と喧嘩になり、突然別れを告げられた。で、激痛の3日前、エリー、ご飯食べないの？最近食欲なくてさ。ちゃんと食べないと倒れちゃうよ。それは分かってんだけどさ。失恋のショックから食欲は低下。で、激痛の前日、出勤前に、よろしければどうぞ、青汁の散布です。青汁をもらった。で、激痛の当日、その青汁を飲んだことないけど、栄養取れそうだし健康にもいいでしょと、栄養補給のため飲んでみることに。が、彼女はズボラだった。溶かすの面倒だな、このまま飲んじゃえばいいかと、青汁を粉末のまま口に入れ、ちょっとの水で無理やりごっくん。これが激痛の原因だったのだが、そんなこと全く疑わず、一睡もできずに迎えた早朝、痛みに耐えられず、タクシーで職場とは別の病院へ。どこら辺が痛いですか？あれ？胃の痛み収まった？ここ。この時、胃の痛みは和らいでいたが、ここは痛みは右下腹部に。そこで CT 検査をすると、何らかの異物が虫垂に詰まり虫垂炎を起こしています。急性虫垂炎、いわゆる盲腸の診断。これは虫垂に細菌が入った場合や異物が詰まることで炎症を起こす病気。はじめに胃のあたりが痛み、その後徐々に右下腹部に痛みが移動するのが症状の特徴。こちらがエリさんの CT 画像。丸く白い部分、この異物が虫垂に詰まり虫垂炎となっていた。それにしても、青汁を飲んだだけで一体なぜこんなことになったのか。消化器に詳しい岡山大学病院中尾医師によると、本来青汁は胃腸で消化されて虫垂に達する頃にはほぼ原形がなくなります。たまたま飲んだ水の量が少なくて青汁が溶けずにそのまま虫垂に達し、
そこで引っかかったものと思われます。青汁に含まれる不溶性食物繊維、水を含むと膨らむ特徴があるのだが、十分な水で溶かさず飲んだことで胃液などを吸って体内で膨張、ダマのような塊になって注水に引っかかったということだった。青汁の危険な飲み方で注水炎になってしまったエリさん、手術で取り除きますか。しかし、それだと自分の病院に運ばれる、同僚に手術されるとか、裸見られちゃうじゃん。絶対嫌。できれば手術以外でお願いできないですか。手術を全力拒否で、抗生剤による治療を行った結果、詰まっていた青汁も流れたため手術しないで済んだという。今後は使用方法を守って飲んでいきたいと思います。